ミラノ地下鉄 M2002 号線はイタリアミラノの地下鉄の路線。2番目に建設された。路線はリネアベルデとも呼ばれ、その色は路線図の色分けに使われたり、駅や地下鉄車両の基本色となっている。1969年の2号線の開業時はカイアッツァ駅からカシーナゴッパ駅までの区間であった。街の中心部を通過し南部と北東の地域を結び、 カシーナ・ホッパで、コローニョ・モンチェーゼ方面とジェッサーテ方面の二つの支線に分かれる。また二号線は、ローモロ、ポルタ・ジェノバ、カドルナ、ガリバルリ、チェントラーレ、ランブラーテといった、ミラノのいくつかの重要な鉄道駅をつなぐために作られたとも言える。二号線の列車は一部区間で、別々のトンネルを走行する場合を除いて、通常は両方向とも一本のトンネルを走行する。 この場合、駅は両方向のホームが中央にある島式ホームとなっている。2号線はウーディネまでの市街地の区間は地下となっているが、その後すぐに地表に出て終点まで地表を走る。カシーナゴッパ駅は時々中間の始発駅の役割を果たすが、ここで市内節府の有効区間が終わるためである。ありがとうございます。